というわけで今回はこの牛乳プリン風というのをね、食べたいと思うんですけども、こんにゃくゼリーのね、こんにゃく畑ではありませんけどもね、こんにゃくゼリーのやつをね、食べたいかなと思います。どういう、いつもいらっしゃるのかなと思うんですが、うん、ね、食べてる。うん、確かに濃厚な、うん、牛乳プリンの味なんですね。うん、今日は意外といけるかもしれないね。最初は牛乳プリン何を言ってるんだと思ったんですけども、まあ、こんにゃくの牛乳プリンは味は非常にいいですね。うん、非常にクリーミーですし、なかなか味わいがね、こう美味しいですよね。この なかなかの味わい深さに、うん、ギリギリの味わいが良くて、うん、確かにこう甘い牛乳の味に、この濃厚なクリーミーなこの味わいがするっていうのはまた不思議ですね。で、これは非常に甘くて、うん、低カロリーではあるんでしょうけども、非常に甘みがあります。ですから砂糖を薄くしたとかではなくて、非常に甘みがあって、これはこれでね、いけるんじゃないですかね。これで98円は安いと思いますよ。うん、こんだけボリュームがあって。なかなかこの牛乳の甘みと、美味しさが非常にいいなと思います。どうもありがとうございました。